こんにちは。米粉パン教室アトリアル講師の大西涼子です。今日はですね、コラボライブをさせていただこうかなと思っておりますが、皆様お元気でしょうか？聞こえてますかね？東京ね、すごい雨が降ってるんですが、台風ね、近づいておりますよね。皆さんの地域は大丈夫でしょうか？ちょっとね、以前コラボライブした時にちょっとね、音が割れたという事件があったので、今回はイヤホンをつけながらやっているので、聞こえてないと、聞こえてるといいのですが、あ、嬉しい、愛子さんありがとうございます、聞こえておりますとコメントいただいて安心しました。皆さんありがとうございます、聞こえておりますといただいて嬉しく思います。今日はね、タイトルにある通りコラボライブです。忙しい方こそ見てほしい。4人のね、お子様を育てながら、米粉パン教室をしてるね、香里先生に、時間術とかね、米粉パンの良さとかね、いろいろお伺いしようと思っておりますので、早速香里先生ね、呼んでみたい。来ていただいてありがとうございます。このライブはね、いつもなんだかドキドキするんですよ。こんにちは、先生。よろしくお願いします。よろしくお願いします。香里さんの音もね、バッチリ聞こえておりますので、安心ください。皆さんもね、聞こえてるかなと思います。はい。ではでは、早速、香里先生にね、軽く自己紹介していただいてもよろしいでしょうか？はい。私はオンラインで米粉パンの教室、彩りを主催しております、石坂香里と申します。プライベートでは4人の中1からに、2歳までの4人の子供を育ててる母をしております。よろしくお願いいたします。4人ね、子育てしながらね、家事に育児に多忙の中ね、毎日米粉パンを焼いてる香里先生にね、多分ね、生徒さんにもよく聞かれるかなと思います。私もね、よく聞かれるんですけどもね、時間どうやってやりくりしてますかとかね、子育てしながら忙しい中どうやってパンお菓子焼いてますかって話よく聞かれません？はい、実は私本当にそれよく聞かれます、メッセージとかでもいつ作ってるんですか、よく聞かれます、はい、だよね。うん。ね。なのでね、今日はそんな皆さんがね、気になる時間管理の方法とかね、米粉パンの良さをね、大いに語っていただこうかなと思っておりますが、コメントいただいてます。ニコさん、ありがとうございます。で、お子先生、こんにちは。かおりん、ガンバーって、優しい仲間からの嬉しいコメントいただいております。ありがとうございます。ではでは、かおり先生に早速ね、どんな感じで普段ね、過ごしてるのか、中学生から中学生が一番上のお姉ちゃん、かな、うん、2歳です。で、一番下が何歳になった？2歳だよね、まだまだ。ねえ、ちっちゃいお子さんもね、育てながらどうやって管理してるのか、皆さん知りたくないですか？私が知りたいところだったりします。ちなみにね、私も子育て真っただ中で、やんちゃガールズを育ててるんですけどもね、私の方は小学1年生かな、6歳の、7歳になった。そうそう、失礼しました。5歳になりました。小学1年生のやんちゃガールしたりと、保育園かな、保育園4歳の女の子を育ててるんですけどね、私正直2人でも結構バタバタで、ね、今日も小学校から台風で呼び出しないかなって、こう、ちょっと、そわそわしながら、実は、ライブしてたりするんですけどもね、皆さんどうですかね？ね、香里先生どうやってますか？はい、私はですね、涼子先生がおっしゃってるのもすごいよくわかって、というのも、保育園と、小学生だけでも、ちょっとタイムスケジュール変わってきますよね。そこが結構厄介っていうところがあって、私は中学生と、あと小5と小1と、園児の2歳がいるので、やっぱりこう、それぞれのタイムスケジュールが違うっていうのが結構大変だったりは、はい、しています。私のタイムスケジュールは、まず中1の娘にお弁当を作らなければいけないので、朝は早いんですね。そうなんです。朝5時から、5時から5時半ぐらいの間にはなんとか頑張って起きて、お弁当作りをしております。そして、大体長女がもう7時前には家を出るんですね。なので、長女を送り出して、8時前に小学生組を送り出して、そして8時過ぎに、8時過ぎに主人と一番7時に朝送ってくれてるので、園児を送り出しております。で、そこからが私の時間というか、になって、
そうだね、やっと行ったって感じですよね。ね、朝5時ぐらいから動き始めてやっと行ったって感じだと思うんですが、愛子さんコメントいただいております。お子様育てている中お教師 やってらっしゃるのすごいですねってコメントいただいておりますよ。ね、そこから子供たちを、ね、送り出しての、ね、香織先生の時間はどんな感じですか？8時に過ぎにみんながいなくなって一旦ソファーに座りたくなっちゃうんですが、座るともう最後なのでわかる立てないよ。私はそこから一応ちょこちょこっと掃除をして、もうレッスンがない日はもう午前中のうちに米粉パンを焼きます。焼いて、なるべくこう私はやりたいことをこう先にやってしまいたいタイプなので、午前中のうちに米粉パンを作って、あとおやつとかも作ったりしています。で、あとは仕事ですね、午前中になるべく静かな環境のうちになるべく仕事をするように、はい、しています。やっぱりうちも小1がいる、小学校1年生いるんですけど、涼子先生学童行かれてます？うちはね、学童先生様々な感じで預けてないと、もう仕事ができないんですけど、うちはやるタイプなもので、そっか、行ってみたけどって感じです。学童行ってみたけど合わなかった。そっか、1時半ぐらいとか2時過ぎぐらいには帰ってくるんですね。なのでそこからも臨機応変に子どもと合わせながら仕事したり、なるべく考えなくて、話しかけられ続けるんでなるべく考えなくていいようなことをやっております。じゃあもう朝が本当に自分のタイム、自分時間って感じですかね。朝が勝負です。午前中がでソファーで座ってる暇はないですよね。コメントもいただいております。りょうこ先生、かおりさん、こんにちは。間に合いました。まさに時間問題ね。しょうこさんのところ3人もね、やりくり聞きたいです。かおり頑張ってってコメントいただいております。嬉しいですね。いい質問いただいてますよ。長谷川さんから、ご自身の健康意識の秘訣ありますかって。ゆいの先生からもコメントいただいてますよ。りょうこ先生、かおりこんにちはって。嬉しいね、ゆいの先生からも、ね、皆さんたくさんコメントありがとうございますね。そんだけバタバタ動いて健康維持の秘訣、私も気になります。かおりさん、どうやって健康維持、健康維持、ね、してるんですか？そうですね、私本当に過去に、育児にこう没頭しすぎて、それこそ体調を崩したっていう経験がある。もう心身ともにボロボロな時期があったんですね。なのでやっぱりそこからいろいろ改善するように学んで、私の健康の維持の秘訣は、まずやっぱりでも基本的なことなのかなって思います。睡眠と、あとヨガ、私ヨガをやっているので、ヨガをすることと、あとやっぱり食事で、消化の負担のかからないものっていうものを意識しているので、それで米粉パンを始めたっていうのは、健康維持の一つとして始めたっていうのはあります。実際どうですか、グルテンフリーやり始めて。この前もね、リールか何かにあげてらっしゃったかなと思うんですが、旅行をするときにね、いつもだったらグルテンね食べちゃうけど控えたら、結構全然疲れが違ったみたいなリール動画を見た記憶があるんですけど、グルテン控えるとどういいことあるか、ちょっとだけ皆さんにシェアしてもらってもいいですか？私はもともと小麦パンが大好きだし、小麦の製品っていうのはすごく好きなんですね。でもちろん否定するつもりは全くないんですけれども、やっぱり控えることによって疲労度が変わったんですね。でそれがやっぱり旅行中にすごく顕著に分かった経験があります。今まで旅行行っても結構好き勝手なんで、逆にご褒美感覚ですよね。もう普段頑張ってるから、そうだよね、これぐらいって言って、ホテルに泊まったら朝食のビュッフェで、デニッシュパンとかね、食べたいって言ったんですけど、それを完全に除去するわけではなくて、控えるようにちょっとはいただくけど、それだけで終わらせない、なんかお米とかもちゃんと食べて、お楽しみにちょっとだけ食べるっていうようにちょっと改善してみたんですね。そしたら4人子連れなので疲れることはもちろん疲れるんですけどでも全然違います。本当に私グルテンフリー始めてすごいびっくりしたのが、睡眠の質が変わったっていうのがあって、眠りが深
かくなりやすくなったんですかね。多分それもあって、あの疲れにくくなったのもあるし、うん、あと消化の負担っていう意味でも、うん、やっぱりあの消化が一番疲れるじゃないですか、うん、体の中で、うんうん、その消化の負担が減ったっていうことでも疲れにくくなったのかなと思っています。だから健康維持の秘訣はね、本当当たり前なことですけどね、睡眠で、睡眠ね、ちゃんとしたね、睡眠をとるためには食事はやっぱり気をつけなきゃいけないよってところでね、私それこそ米粉パンを私もね教えてたりするんですけど、うん、スタートした6、7年前って本当にアレルギーのお母様が子供さんのために学びに来るって方が多かったんですけど、うん、今ってね、本当皆さん意識が高くなってきてるなぁなんて感じでて、ね、健康維持のために来ましたとか、腸活のために来ましたとか、なんか体調不良でもしかしたらね、この小麦大好きなせいかもしれないみたいにね、あの気づかれてとか、そういうきっかけで習いに来る方すごく多いなぁなんて思ったりします。でとりあえず2週間やってみましたって言ってすごい皆さん変化を感じられて、なんだろう、我慢するじゃないですよね、いつの間にかね、できてるみたいな感じかなぁなんて思うんですけど、香織さんどうでしたかね。旅行先生がおっしゃる通り、あの我慢ではないって思います。あの私はね、あの、良子先生のおかげで米粉パンに出会ったんですけれども、その、小麦パンをちょっと米粉パンに置き換えたられたらいいなっていう気持ちで始めたんですが、うん、全く我慢じゃなくって、それどころかとっても美味しいので、どんどんハマっていって、うんうん、いったんですね。で、作ることも楽しくって、うん、なので、本当に、あの、良子先生おっしゃったみたい、いつの間にかグルテンフリー、ゆるグルテンフリーが叶ってたっていう印象ですね、うん、私は。うん、ね、今日それこそね、時間管理の話とかもちょっとね、聞きたいよって話が多かったんですけど、ね、今までと米粉に、ね、米粉の先生しながら毎日、毎朝米粉パン焼くようになって、なんか時間の面で変わったこととかありましたかね？時間の面で言えば、あの、メリハリが逆につくようになったのかなっていう、あの、うん、感じもします。で、米粉パンは、うん、あの、1時間ぐらいで焼き上がるっていうのを、涼子先生にね、うん、教えていただいて、私は始めたきっかけなんですけども、あの先生目の前にしてるのも申し訳ないですけど、初めは半信半疑だったんです。あ、本当に。すいません。そうなの？そうなのね。本当に1時間で焼き上がるのかっていう。でも、あの、やってみようって思って、あの、私はもうとにかく食事を改善したいっていう気持ちが強かったので、やってみようと思ったら、本当に1時間で。焼き上がるんですよね、うん、でそれが私のこの米粉パンをじゃあ明日どういう風に作ろうとかって考えてることで、逆に時間管理がしやすくなるっていうか、あの、うん、じゃあ米粉パン発酵させてる間にこれができるなとか、オーブンに入れたらこれをやろうとかっていうような有意義に時間を使えるようになったなっていう気がしています。素晴らしいです。コメントいただいております。あ、エミさんからでした。確かに小麦のパンも美味しいですが、米粉パン食べ終わった後の胃の重たい感じが違うっていうふうにね、コメントいただいております。本当その通りですよね。ね、あと、なんだろうな、米粉パンこうね、焼いてる自分で、なんか自己肯定感とか結構上がりません？ちゃんとやってる私みたいな。どうですか、香織さん。あの、それは本当にその通りで、あの、私は、あの、料理が、何でしょう、ずっとね、子供に体にいいものを食べさせてあげたいって思ってたんですけども、どこかこう、子供育ててるからできなくて仕方ないじゃんとか、それぐらいちょっと手抜きしても罰当たらないよりとか、ちょっと自分を正当化する、あの、過ごしていました。でも、あの、4人目がね、まあ、2歳半の4人目が生まれた時に、もう一度離乳食を開始した時のタイミングと、あと、上の兄弟が小学生に上がって、もう自分で好きなものを好きなだけお菓子とか買って食べられるようになってきた年齢になった時に、あ、やっぱり私が変わらないと、子供の食事は変わらないって思ったんですね。うん。それで、あの、米粉パンを作り始めて、そしたら今度ね、子供たちそれまではお腹空いたって言って自分で買いに行けるので、お金持って、お金持って、あの、ね、マーガリンが入ったバターとか買ってきて、むしゃむしゃ食べてたんですね。でもそれを私が作り始めたらもう言わなくなって、逆になんかもっと作ってって言ってくれたり、あの、していたのと、あと、私もその自分に言い訳をしなくなった、もう作れるようになったから、私が
作ったものを子どもたちに食べさせて、うん、あげることができるっていうのがすごく自己肯定感を上げてくれたと思ってます。ね、あとよくね言われるのは子どもとの会話が増えたとかね、あと子どもと一緒に作るのが楽しいですとかね、すごくうちの受講生さんからも言ってもらえたりするんですけどね、それこそ香織先生ね、この前1期生が終わったかなと思うんですが、生徒さんの声とかどうですかね、皆さんからの受けていただいた方の声、すごく嬉しい、声をたくさんいただきまして、今までそのオーブンを使ったことがないっておっしゃっていた方、もう宝の持ち腐れ状態なんですっておっしゃっていた方、うん、もう本当に初めてです。1回目のレッスンで初めて一緒にコペコパンを焼いたと思うんですけども、もうそこからもう繰り返し作ってくださっていて、今では毎日焼きたてパン焼いてますって、うん、おっしゃってくださったりとか、あと子供と一緒に作りたいって、うん、やっぱりおっしゃってて、うん、向こうから欲しかったんですって、生一緒に作りたいって、言ってほしくて待ってるんだって言ってたんですけど、かわいい。それが言ってもらえたとか、っていうお話も、いただいてます。あと、いらっしゃる方も受けてくださったんですけど、オンラインだからこそ、ちっちゃい子がいるとなかなか外出でできなかったり、ますよね。だけどちょっと寝てる時にちゃちゃって作れるから気分転換になりましたとか、うん、本当にたくさん嬉しいお声をいただいてます。すごくわかる。なんかちっちゃいお子さんがいる方にこそね、気分転換になるし無心になれるからね、受けてほしいなって思いますし、あとねちょっと泣いても全然大歓迎ですよね。むしろなんか他人の子の泣き声ってむしろなんか癒しじゃないですか。自分の子の泣き声とかだったら、あどうしよう泣いてるとかなるけど、なんであんなにね、泣き顔も見たいぐらいですよね。いやそう見たいぐらいね、皆さんね遠慮してミュートとかにするんですけど、私もねもう大歓迎だったりします。またコメントを私見逃してるかもしれない。ありがとうございます。あおいちゃんからちまちまある手が開く時間の、時間が有効に使えます。そうだよね、ちょっと空き時間が有効に使えるってところもね、米粉パンのいいところですよね。そうか、買ってなんだろう、なんか例えばピザとかだったら注文して待ってる時間にね自分で焼けちゃいますもんね。そしてゆるりさんから、旅子先生、かおりん、こんにちは。子供たちから、おいしいはまた作ろうってなりますよねってコメントいただいておりますよ。嬉しいですね。ありがとうございます。そうですね。じゃあ、かおりさんのところは割とお子様がいるママさんとか受講生多いですか、それともちょっと大きくなったママさんとかも、ママじゃない方も、ママじゃない方も、来てくださっておりましたし、あと、私自身が何でしょう、中1から2歳半までいるからなのか、大体同じくらいの年代のいる方が、なので、高学年の、小学生の高学年のお子さんがいる方もいれば、ちっちゃいお子さんがいる方も受けてくださいました。嬉しいですよね。で、またね、そうやって全くパンを作ったことがない方がね、毎日焼くようになったって、本当すごいですよね。嬉しかったです。私がレッスンをしようと思ったきっかけっていうものは、なんかその忙しくても、忙しい女性でも手作りパン、焼きたてパンを作ることは叶えられるっていうのが、すごく幸せだったので、その幸せの循環を、お伝えしたくてレッスンをさせてもらっているので、それを聞いた時も、本当に私涙が出そうな。嬉しいですよね、素晴らしいお話。あ、わかるって、お子様もオンラインで参加して一緒に作れるのもいいところですよねってね、本当オンラインのいいところってそこかなと思ってて、どんだけ忙しくてもね、移動時間もないですしね、よいしょって片付けて化粧してみたいなね、ママさんも女性、皆さん働いてたりね、子育てしながらとか忙しかったりするので、オンラインだったら割と気軽な感じでね参加できるってところもオンラインのいいところかなと思ったりしておりますし、米粉パンでね、何がいいかってやっぱり1時間で焼けるってところもね、いいところ、参加しやすいところなんじゃないかなとか思ったりしております。そんだけ生活が変わる、時間もね効率的に使える米粉パンなんですけどね。ね、香織さんの講座の名前、はい、私は幸せの米粉パン講座と名付けさせていただきました。講座名どうしようかなって考えた時、もう私は米粉パンを作り始めて幸せをものすごく感じたので、もうそのままそれを講座の名前に、させていただきましたね。ね、もうそれでいいんじゃない、
きちゃうのね。そう、ね、よく名前のこと考えてるときにね、そんな話を聞いてて、そう、幸せの米粉パン構造、素敵だし、ちょっと、ドストレートな感じじゃないみたいな、はい。ね、横先生にも相談、ね、させていただいて、うん、決めました。うん。いや、すごい。ね、かおりさんにぴったりかなと思うんですが、ね、具体的にどんなことをかおりさんの講座で学べるのか。はい、私の講座では月に2回で3ヶ月のコースレッスンを行っております。初心者の方でも、米粉パンって本当はどうなんだろう、本当に作れるのかなって思っているような初心者の方でも、一緒に何でしょう、少しずつ成形の簡単なものからステップアップしていくように、私の講座では順番を考えました。で、あと、アレンジしやすくってっていうのもポイントですね。あれ、シンプルでアレンジしやすいっていうのも、すごく、6月生の方でもご好評、口が回らない、ご好評いただきました。好評です。私も滑舌がね、あれだからすごい気持ちわかるわ。はい、大丈夫ですよ。ですね、うん、あとは、多分オンラインってどうなのか、頻繁にされる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、事前にレシピ動画っていう作り方を簡単にまとめた10分ぐらいの動画も一緒に受講生様にはお送りしております。あと、レッスン自体のアーカイブも皆様にお送りしておりますので、後でマイペースに復習したいという方にも喜んでいただきました。はい、アーカイブがあるのってすごい嬉しいですよね。どうしてもね、参加できないとかね、子供が発熱とか仕事行かなきゃって時もね、ね、アーカイブがあるとね、きっと、かおりさんのね、ことだから、アフターフォローもね、丁寧にしていただけてると思いますのでね、そういう方もね、ちょっと私忙しいけど参加できるかなって不安な方もね、一度お問い合わせしていただけたらなと思うんですが、次回はいつですかね、いつスタートとかね、体験レッスンとかあるか教えてもらってもよろしいでしょうか。次回は10月から、留学生を10月から募集させていただいております。10月、11月、12月と月2回ですね、開催する予定となっております。はい、体験レッスンは、9月10、11日との月曜日と9月14日の木曜日に開催する予定になっております。どちらも材料をお送りすることにしておりますので、どんな材料を揃えたらいいか、もちろんお伝えもするんですけれども、6月生の方が送ってもらったのがすごくわかりやすくてよかったって好評いただいたので、10月生の方にもお送りしようと思ってます。はい。うん、それもすごく嬉しいところですよね。もし、なんかね、オンラインか、ちょっとオンライン初めてなんですけど、私みたいな方も、もちろん利用してもらえるんですか？今ちょっと一瞬遅れちゃいましたね、反応が。はい、もちろんですね。オンラインのズームの、ね、つなぎ方とかも書いた紙をお渡ししておりますし、ご不安だったらレッスンの前に接続確認とかも一緒に、させていただきますので、ご安心ください。はい。うん。でね、かおり先生、本当に優しいですし、チャーミングですしね、一緒にいるととっても癒される。でね、一期生がね、皆さんが本当に好評いただいてて、ね、毎日、オーブン使ったこともなくて、宝の持ち尽くされなんですって言ってた方がね、毎日焼いてたりとかね、もう小麦大好きだった人がね、もう小麦なくなったとかね、米粉だけで生活できるみたいな生活がね、一変してる方が多くいるっていうのもね、かおりさんから聞いてたりします。なので、ちょっとね、どんな人におすすめかなというところですけども、パンね、作りしたことない方にもおすすめの講座かなと思っておりますし、なんか新しいこと秋始めたいなって思ってる方にもぜひね、ご検討いただけたらなと思っております。はい。じゃあ最後にね、講座のなんか嬉しい特典なんかあったら教えてお知らせいただいてもよろしいでしょうか。はい、今行ってくださっている方にお願いします。の募集を開始しておりますけれども、9月10日まで のお申し込みで、なんと今 15% オフでご案内させていただいております。とてもお得になっております。はい、うん、15% はすごく嬉しい特典ですよね。それってあれですかね、体験レッスン受けた後とかでも対応していただけるんでしょうか。はい、このライブを見ていただいた方に特別に体験レッスンは、9月10日以降ですけれども、体験レッスン後もこちらの 15% オフを、させていただければと思っております。
すごい。ハートが今来ておりますよ。嬉しいですね。うん。ぜひぜひね、今日ね、こうやってライブで直接見てくれた方限定ですし、あとね、あんまり見ていただいた方もね、OK にしましょうかね。赤い見て、私がね、失敗しなければ赤いも残す予定ですので、赤い見ていただいた方もね、体験レッスン受けた後に、でも、日にちがね、ちょっと、伸びてても、あ、大丈夫です。イヤホンが。大丈夫、聞こえてる？聞こえてます？あ、OK、OK。ね、対応していただけるということだったので、お申し込みとかって、かおり先生のインスタ公式 LINE からご案内、ご連絡お問い合わせしたらいいですか？お申し込みはどうやったらいいでしょうか？ LINE からももちろん受けたまわっておりますし、私のこと、インスタからのメッセージでももちろん、受けたまわりますので、ぜひ、気になったらご連絡ください。はい。講座のね、詳しいご案内は、かおり先生の、プロフィール欄のリットリンクですよね。URL クリックして、タップしていただいたら、そこにね、幸せの米粉パン講座の詳しい、詳細がリンクされておりますので、タップしていただいて、詳しい内容と見ていただけたらと思っておりますので、ちょっとでも気になる方はね、堀先生すごく優しいのでね、お気軽にお問い合わせ、お申し込みしていただけたらなと思っております。はい。今日ね、30分、ね、お昼間のちょっと忙しい時間帯にね、皆さんたくさんの方に見ていただいて、本当にありがとうございました。はい。ね、すごく素敵な講座なので、少しでも気になった方は、かおり先生に直接問い合わせ、お申し込みしてみてください。かおり先生、今日はね、お疲れ様でした。横田先生、ありがとうございました。はい、今回もどうもよろしくお願いします。では、では、皆さん聞いていただいてありがとうございました。またまた。こちらこそです。失礼します。皆さん聞いていただいてありがとうございます。